昨日作ったミルプレットをパックして持っていく。それとサプリ。Yes. ということで、マスクオフ。現在の時刻8時半ぐらいです。結構ね、眠たいです。今日は朝結構早く起きて、睡眠時間も6時間ちょっとなので結構眠いんですけど、はい、一応まあミールプレップ、まあ見せなかったんだけど、今回まあ今日持ってきて、まあ3食ぐらいタッパに入れて、でも全部、はい、見ての通り、空っぽ食べ終わりました。はい、今のところ4食ですね。朝プロテイン飲んで、まあ、朝サーモンとライス食べて、昼は、タコライス食べて、で5時半ぐらいに、またサーモンとライス食べて、はい、でこれからちょっとまた食べます。食べて、まあ、もちろん何もないので、はい、スーパーに行って買いに行きます。でその後にジムに行きますよ。かなり眠たくて、もう今でも寝れる感じなんですけど、今日はトレーニングの日なので、はい、行きます。Push myself. 体の方ちょっとアップデートすると、まあ前の動画からまあ1キロぐらい体重が増えて、今リンゲンしてます。こっちよりあっちの方がいいかな。Alright, ライティングそこそこなんだけど、そうですね、前の動画からまあ1キロぐらい増えて、今リンゲインで、まあ結構いい感じで、まあこれ以上は、脂肪つけないように、まあ食事と運動と有酸素、管理して、はい、引き続きやっていってます。足もまあちょこっとセパレーションがある感じですね。これぐらいがまあ一番、メンテンしやすくて、僕はまあ一番調子がいいです。ルックスも一番これがいいなって今感じてます。ちょっとスーパー閉まる数分前だったので、今パッと行って2分ぐらいで買い物してきました。で、まぁ、ちょっと何を買ったかお見せすると、明日の分の、まぁ、お弁当をまぁ今日の夜、明日のために作るんですけど、まぁ、しらす、ネギトロ、それとチンできる白米と温泉卵。温泉卵最近気に入ってますね。で、今食べる寿司と、プロテイン。これを今パッと食べます。で、まあ、マグロ丼もセールだったので、買いました。Alright. 次。日本最高。マジで。日本は本当にこうやって、簡単に、まあ、安く気軽に美味しい、本当に美味しい食事が手に入るので、本当に、ヘルシーに食べるのは、すごい、まあ、海外に比べて簡単だと僕は思います。本当に、苦痛なく美味しくヘルシーに食べれるので、本当いいです。相当本当に眠いんだけど、フルワークアウトなしで、もう、行きます。とりあえず行きます。
Oh yes. Oh yes. 今日の楽しみ。Pleasant surprise. 冷蔵庫にあるの、冷凍庫にあるの忘れてたので、嬉しいサプライズ。うん、服脱いでめちゃくちゃ汗かいてたので、はい、ちょっと一息。もうプロテイン飲んで寝ます。結構遅いですね。でも今日トレーニングの日だったので、はい、やりました。まあ今はね、たまたま収録のプログラムでやってるので、はい、まあしょうがないですね。時間ない時は時間を作っていくしかないです。まあでもやっぱり一番結果が出る、まあプログラムっていうのは一番継続ができるプログラムです。だからすごい忙しくて週1しかトレーニングできなくても、それに合わせた、それを週1でしっかりと継続できるプログラムを立てるのが、適当にまあ週2回3回トレーニング行くよりは結果がしっかり出ます。プランニングがすごい重要です。なので僕も今収録で決めてやってるプログラムなので、絶対にやるようにしてます。で、まあ、この後収録のプログラムがちょっと難しすぎるなってなったら、まあ、見直して、また週3、週4のプログラムに、変えたりします。でも、とりあえず、プログラムにスティックして計画を立てて継続するっていうのが、一番大事だなって最近感じてます。はい。プロテイン飲んで、即寝て、また明日おやすみなさい。ほら、3日間ぐらい和食の朝ごはんだったんで、今日はパンケーキを作ります。和食の朝ごはんもね、やっぱりすごいいいですね。でも今日はまあ3日ぶりにパンケーキを、just a little bit、 えい、オーライ、肝心なところ。ボーン。オーライ、パンケーキとかやっぱりメープルシロップとかでカロリーがバンバン重なるので、ゼロカロリーシロップを使って。はい、なのでカロリーは本当にパンケーキと卵とだけですね。なので、まあ普通に脂肪落としながら、リーンでいながら、美味しいデザートのような食事を朝からできます。最高です。ピーナッツバターのパウダー、まさかこれでね体重落ちてるなんて思わないですよね。 Alright, chocolate。 なんかイギリスで食べてたクレープを思い出すね。デザートクレープ。 Alright, どうでしょう。これで満足しないわけないですよね。 Alright, 朝ごはん meal 1。Alright, lunch time でございます。ちょっとね、朝できなかった瞑想とストレッチをパパッとやります。まあ最近は
まあ朝起きてすぐできないこともあるので、ずっと自粛で家にいるわけじゃないので、まあでもできるときははいやるようにしてます。Get that vitamin C. シンプルに家にあるものを今日パパッと。かなり久しぶりにまた外出始めたけど、結構意外とみんな外に出てますね。意外と混んでる。普通になんか元通り、まあ、みんなマスクはしてるけど、そうですね、結構驚きましたね。僕は家でずっと引きこもってたのでまあでも引きこもり生活もまあ一応終わりました。はい、ということで1日が終わり、まあ1週間が終わり、家に帰ってきました。金曜日です。でこれからね、ジム行こうと思ったんですけど、ちょっと今日は眠たいです。こういう日もあります。なので、今このまま行って、効率の良くないトレーニングをするよりかは、早く寝て、明日めちゃくちゃ早く起きてジムに行く。まあこういうことはしますね。夜、本当に眠たくて行けない時は、もう次の日朝起き、早く起きて、普段より早く起きて、すぐにジムに行くっていうことをしてます。なので、今日はすごい日です。明日の朝、素早く、はい、ジムに行きたいと思います。はい、まあこの動画でも言った通りに、まあどんなに忙しくても、絶対に自分に合うルーティーンっていうのは立てれます。まあ筋トレ、ライフスタイル、食事。そしてまあそのルーティーンをしっかりとフォローする、継続できるルーティーンを立てて、それをフォローするっていうのは一番結果につながります。週1回しかトレーニングできなくても、そのためにしっかりと週1のルーティーンを立ててフォローすれば結果は出ます。まあ週1回しかできないから、まあ適当にやるよりは絶対にルーティンをフォローした方が結果が出ます。まあなので忙しい方、思うようにね、結果が出てない方とかたくさんいると思います。何すればいいかわかんないとかね。まあそういう人もたくさんいると思うので、まあこれから新しいことなんですけど、僕と1対1で僕からまあ助けを欲しい方は、ぜひインスタの方でリンクで僕とまず予約のコンサルコールで一緒にお話ししましょう。そこで、まあ僕があなたをどう助けられるか、助けていけるか、そもそも、そして一緒にやっていけそうかっていうことを、まあそこで分かったら、それから一緒にその目標に向かって絶対に達成するように一対一で、はい、やっていきたいと思います。でもまずは無料のコンサルコールから、そこでまずお話しして、はい、お話しましょう。 Alright ということで、また次の日に行きましょう。